い、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダイン。ホンダEということで、もうね電気自動車が、2020年に、ホンダから販売されるということですね。いやこれかわいいわ。ホンダEー高いんかな安いんかな、フィットよりは高いと思います。いやかわいいですよね、すごいね。なんかタヌキみたいなタヌキみたいなデザインですよね。こんな感じなんですね。目がねすごいシンプルで可愛いです。ホイールね、黒くてかっこいいですよね。これ、何インチ16インチか、ね、後ろもなかなかねクラシックっぽいねスポーティーな感じでいいと思いますね。すごいドアノブもフラットよ。これピュッと出てくるんかな。これピュッと出てきたらいいね。ああ結構ここフェンダーがね盛り上がってるんで、ほらポルシェみたいなねこの泥羽の、シール貼ってますね。それぐらい、フェンダーが出てるってこと。でドアノブは上この部分、デザインして隠されてますね、まるでクーペのような、2ドアのようなデザインになってます。ちょっと中を見せてもらえるということで、うわすごい。あ一緒にいいですか。はい、すいません、はい。ではちょっとお邪魔させてもらいます。特別ねちょっと撮影させてもらえるということで、うわ中これすごいですよ。これ何インチぐらいあるんですか。これ 12.3 の2つ。これ 12.3、 あこれが8インチ、これが 6.5 でしたっけ。実はねこれ音声認識ができるということでちょっとやってみようと思います。 OK ホンダ、近くの充電スタンド探して。現在地周辺の充電ステーションが複数見つかりました。すごい結構。リスト番号をお選びください。1番。あピットオートバックスシノノメが見つかりました。あピットオートバックスシノノメを新しい目的地として。ここナビゲーションが立ち上がって、おそこに行くんだ。なるほど。でこのままだとまたここにパーソナルアシスタント立ち上がって、はい、ちょっとあれなのでこの画面をこっちに移動できます。あ移動はできるんです。おおすごい。あもう一回ちょっとやってですが、はい、ここ、はい、あすごいすごい、これ地味に面白い。へえ、ここ仕切りがあるわけじゃないんですね。そうですね、ここ画面2つになってまして、あ1つの画面なんですね。こっちはこっちでこっちはこっちで、はい、いろんな操作ができるので、アシスタントの人とドライバーで、あまあこうここに行きたいよってなるほ ど, どうぞってこれ案内とかそういうことができる。ということは助手席の人が例えば走ってる間はまあこれ操作できるってことですよね。まあナビ、はい、ナビができるっていうことですね。素晴らしい、そういうことも考えてるんですね。 OK ホンダ、今日傘いる。いいえ、今日現在地周辺で雨が降る予報は出ていません。わあすごい天気予報が出てきた。 OK ホンダ、横浜では。今日横浜周辺で雨が降る予報は出ていません。すごい。 OK ホンダ、お腹空いた。レストランありますか。複数のレストランがあります。お腹空いたで大体探して。漢字で絞り込むかリスト番号でお選びください。1番。1番目はタリーズコーヒー東京ビッグサイト店です。タリーズコーヒー東京ビッグサイト店を新しい目的地として設定しますか。お願いします。そして追加しますか。でここに行くと、おおすごい。ただそこに案内して、わあ。やっぱりあれですよね、運転中に最近スマートフォンで違反が切られるということなんで、こういった音声ガイドは非常に、安全安心だと思いますね。これルームライト、ルームライトのボタンがなんとこの横に、ほら、こ
これで、あ、結構4つもあるんですね。手元が見やすいです。あー、なるほど、本とか読みやすそうですね。これダウンライトのイメージなんですよ。あー、なるほど。室内のということは、まあダウンライトなんで、こう全体が明るくならずに運転がしやすいと。はい、横から見ても玉が見えないので、すごく目にも優しい。そうですね。なんかちょっとしたあの飛行機みたいな、ね、飛行機とか新幹線に乗ってるような感じがしますね。これ地味にちょっと楽しい。はい、これいいんじゃないですか。全車種これしてほしいですね。はい、ここに、これなんですか。ここに車の絵が実は隠れデザインとしてあります。隠れミッキー的な。これちょっと後ろ、ああこういう感じで開くんですね。へー、あ、まあ、この辺下バッテリーですね。あ、これモーターなんですか。まあ、ここにいろいろ見えないですけど入れますけども、はい、こういうモータールームの上に、はい、あーすごい。まあ、そう詰めんことないですよね。普通に、はい、普通に買い物程度でしたら全然いけると思います。いや、すごい、やっぱ質感がいいですね。ありがとうございます。かっこいい。おー、ですので、変わりました。はい、これが今充電中。スタンバイ、ね、あ、スタンバイ。ここの色が青に変わるとこちらの画面が、あ、これが青色に、ここがブルーに、あ、ブルーになった。これで今スタンバイ。あ、今スタンバイ状態なんですね。スタートチャージオンリーというのを押すと、はい、始まった。はい。あ、こういう感じね。結構思ってたより軽いですね。あの女性の方でも片手でほら。結構簡単にね、クリック感のある差し心地でした。ご来場の皆様にご案内申し上げます。